いいね、この下っていうの結構好きなんだよね。さてどうしよっかな、下かこっちもいけそうなんだよね。セイントショック、あーどん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  MP が減っていく。あでもポポローグのさ戦闘やりやすくなったよね多分。1とポポローグと2の中で私多分ポポローグが一番戦闘しやすいんだよね。1は結構さ4マスで動くからさ、ちょっと食い違いが、食い違いでもやりづらかったりしたんだけど、近くから行こう。でここ6ロイス2だとね、なんか向きとかがちょっとね操作しづらいんだよね。ポポローグがね一番戦闘はやりやすい気がする、個人的に。だけどモンスターの絵が描かれた扉は敵を全滅させると開くような、全滅させられた冒険者よりいつ縦札書いたんだろう。ありがたい水、あこれいつも通りです。もう一個持ったんだけどね、魔法に効く嬉しい薬、一人の MP を50ぐらい回復する、大事大事。ってことはモンスターのマークが書かれた扉があるのかな、全部倒さなきゃいけないのか。ジャイアンに見えてきた。やりやすいって言っときながらちょっとおどおどしてんだけどね。戦闘が動き方が受けてみよう。よし、あまだいる。そうだ画面にね、同じ部屋でもあのこっちの画面に入っていないと戦闘に参加してこないんだよねモンスターは。やりづらい、やりづらい。あの隙間に行きたいんだけど、どうしよう。なんかおかしくないこれ、すごい動けちゃうピエトロ。バグ？バグじゃない今の、変なとこ歩いてたよね。怖い怖い、やめてねフリーズとか。フリーズは怖いよ、取り直しになっちゃう。ありがとう。よし、あもう平気だ。さっきおかしかったよね、この枠さ色ついてるところしか歩けない。人が、そうか味方がいるところは動けるのか、幽霊みたく。知らなかったこれ、いけるいける。でも移動できないんだ、あやめてよちょっと、そういうことか。バグじゃなかった。へえ。あ、ヒロータレベル1、おお受かってくる。ちょっとねあれが見たいんです、私はモンスターの、あこれだ、これの扉は、あ書いてある、扉にはモンスターの絵が描かれている、そしてうっすらとも推しが呼べる、すべてのモンスターを倒せ。ほうほうほう、あと敵だ。よし、セイントショックしか使わない。メルちゃんね、アイシングブルーって魔法もね覚えてるんですよね本当に。いやいやいや、一応見せておこうかな。メルちゃんがね、そうそうこんだけ覚えてる、アイシングブルー、セイントショック、ヒールウォーター、キュアウォーター。キュアウォーターが状態上回復する魔法です。ダウンアタックはあれなのかな、攻撃力下げるのかな。でホリーライト、ピエトロと同じやつですね。皆さん飛翔カブト割りだけ、これで開いたかな。こういう全滅させると開く宝箱じゃない、扉の奥っていい宝物があったりするんですけど、なんでしょう。コンパクトアックス、あ武器か、角刈りの武器ですね。お上がるね、お召し替え。よし、おこれだけなんだね。じゃあ先に進もう。しかもなんか全滅させられた冒険者気になるわ。さてさて、じゃあ倒してから回復して先に進もうかな。で回復スポット、いや MP が辛い何よりも。
よしよし、じゃあ先に進もう。あれまたなんかあるね。スイッチがある。ダメージ多いな。魔法が強い。わあ。セイントショック。そういえばポコローグの昔その CM がすごい好きなんですよね。ワンポコロクロス物語の CM がなんかあんま覚えてないんですけど、なんか子供が思い出を語ってて、クジラのマックになりましたってとこだけ覚えてるんですけど、その CM でポコロークの CM がなんかマダムが子供に読み聞かせをして、お父さんのバカって言うんですけど、美人もねめっちゃいいしね、いつものねピエトロの旅立ちのピアノのアレンジみたいな感じのが流れててすごいいいですよね。そして極楽鳥かな。いやでも2の CM もいいよね。あの老夫婦のね涙のポコロのね、これ有名ですよね。でもいいけど私はポコローグの CM が好きです。ちょっと持ってないのでお見せできないんですけど、どっかでね見かけたら、あー自爆、いやあそうでもなかった、どっかで見かけたらね、それ見てほしいな、CM のやつ。やっぱ自爆してくるか、こいつめハラハラしちゃうわ。ダメージでもそうでもなかった、よかった。あー、またおう。いや、びっくりびっくり。あ、目が合っちゃった。3、4波やっぱりな。どうなっちゃう、あ、寝ちゃうのか。セイントショック、そういうことか。で味方の殴れと。あー殴んないけどね。あでもピエトロさん寝ちゃうと操作不能みたいな感じになっちゃうからきついな。もう癒しの枝初めてな気がする。あったあった。ピエトロや傭兵1人の HP を90ぐらい回復する効果もたっぷり。パワーアップ版だね。よしよし、あ、かわいい、トコちゃんじゃないこれ。倒せるかなこのレベルで。あ、逃げちゃうね。あー、エスケープ。あーヒールブーター、逃げちゃった。今のトコって言って逃げちゃうんですよね。風の刃、かわいい。レベル上がってこっちが先制できるようになると倒せるんですけど、いや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 、しょうがない。あ、待てな、薬判定しよう後で。いや、行っちゃった。4はまた出ない。私羊だと思うよこれ多分。まあ、極楽鳥、うんうん、いつも通り。オークめっちゃ倒してた。23、魔法忍者、グレーシープ、トコ、かわいい。何なんだろうこの子、ずっと見てられるなこれ。いやいやいや、かわいいかわいい。これ1とね、ポポローグのモンスターはねかわいいと思う。2はちょっとまた雰囲気が変わっちゃってるんだよね。まあかわいいけどね。あ、そして出口だ。あ右上の通路の先、神神神魔王女デフ。懐かしいな。王様どこ行ったの本当。神神魔王のこと。あー、この音楽は。この先、パパロクライス城下町。あー、もうだってね、この像が。すんごいとこにめり込んでるよね、この像。すごいすごい。あ、またここにも。大変だったろうな、この像をさ、ここに埋め込むっていうかさ、作るの。いや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 、あ、あ、
これ。刺さってるよピエトロ。あー弓矢の人あれおかしいな、確かに命中したはずだがな。あの探し物ですか。あちょっとまあもしかして探し物って僕の髪に刺さってるこの弓矢ですかこのすごいなこれそうそうその弓矢。あれなんでイノシシに命中した矢がそんなところにあるんだ似てるけどね確かに。僕がイノシシに見えたんですかこのロビン様が見間違えるわけないだろう。でもそうこの人でロビンって言います。なんで俺の矢がそのところに刺さっているんだ。まあいいか。あ、早っ。あ、あ、そうか、あれ落ちたのか。これを転ばせるとなかなかやるな、あの階段この人こんなキャラだったっけ。助けてくれたのだ、ありがとよ。俺はロビン、あんたは。モーロクロイスの王子ピエトロ、王子兵、王子さんか。どうだいケーキは。いやちょっとお城は貧乏なのでこれは狩りをして暮らしてるんだが、さっぱりさ。それはね、こんなとこいないよ。このところ獲物がガンガンいなくなっている。さっきもやっと見つけたイノシシに逃げられたんだ。こんなところにイノシシはいないと思うけどピエトロ、いやイノシシは確かにあの階段の上にいた。だから弓をいたんだ。こんな遠くから、すごいよね。でもしかしこの商売はもうおしまいかな。やっぱり傭兵になるしかないか。もうそうそうそう、ロビンもね仲間になります。これ傭兵になってくれるんですよね。傭兵になんだかとっても危なそうピエトロに言われちゃうっていう。危ない。おうよ、俺は凄腕だからなそういう意味じゃ。実はよ、傭兵所の親父に誘われてんだ。なんせ俺は凄腕だからよ何をするにしてももう少し落ち着いてした方がいいと思います特に弓を使うときには。そうだよね、射抜かれそうになったんだもんねピエトロ怖いわな。心得てるよ。じゃあ俺傭兵所に行くから。あばよ。おお、早い早い。あのいやー、パワフルな人だったな。すごい。ちょっと戻ったんだね。いきなり矢が飛んできた。ロビンさんが僕をイノシシと間違えたみたい。ロビンさんって指の腕前はすごいけど、ヨネさんに向いているのかなイラのお世話だイラの心配だこれ。あ、地図見る。あ、ついてて。西の山脈からこうですね。新神々魔王女また城作ったんですよね、彼もういやもうこのマークがもうね、これでもないのか。あ、いるいる。デフロボかわいい。久しぶり。王様のお城デフ。モーロクロイスの王様ですか。うん、王様は漢字を間違えたり計算間違えたりしますが、結構物知りですから王様に聞いてみるといいと思うちょっとけなしてるっていう続け。神神魔王女です。魔王様の知恵と勇気で作り上げた巨大な夢のお城です。変な世界に来てしまいましたが、みんないつも通り働いているです。モーロクロイスの王様ですか。王様のことなら王様にいつもみんなが報告をしていますので、王様に聞いてみるといいと思うんですよ。おうおう、神々魔王に聞けばいいのか。お城の中にいるのかな。いや、よく作ったな、またこれなんかよくわかんないこのカラフルさあ、頭回ってるよ。いらっしゃいまひ、お泊まりでしたらホテルデブレフ買い物でしたらおニューナガミガミショップどうぞお越しくださいです。まあ残念ながらここ新ガミガミ魔王城には傭兵所はございませんです。あ、そうだね、ロビンが多分ね仲間に入ってるんですけど、ちょっとここではまだなんか変えられないかな。メンバーもうちょっとこの2人で我慢してくれってもらっていいですかこの角刈りとメルちゃんで。復活の日はガミガミドリンク時をぜひともお買い求めください。はーい。あ、
何何何してんの。あれマイタの傭兵所ってどこにあるんだっけ、迷っちゃったよ来ないんだよ、来ないよ。面白いんだロビン。出てきんし、ガミガミ魔王扱いなのか。あ、ここがデフデフかな。デフデフ読めないのか。あ、書いてある、ホテルデフデフデフお客様のために素敵なベッドを用意しました、しましたじゃあ後で行こう。ここチが神々ショップはチ。お、なんだろうこれ、見たこともない複雑な機械が並んでいる。お、夢でかな。ガミガミショップ。おー、ガミガミ魔王様が厳選したスペシャルな品が揃っています。うん、え、これお店え、これお店なんですかなんか調べられないかな、ないね。あ、お店だ買いたい。クッキー、鉄の剣、お、鉄の剣、これはゲットしたし、ふんふん、魔導士の杖、お召し側のめかわし片ミラ、光る服、光る服、天使の盾、おー、全部買えないかな。銅の上は、薬の上は、薬が、いつも通りです。これだよね、ガミガミドリンク G、 44ゴールドだよ。安くないですか。復活の飛躍なんですけど、本当にあの戦闘不能から回復できるアイテムで、すごいですよね、44ゴールドで買えちゃう、まあ、ありがたいんですよ、高さこれすごいすごい。ちょっと後で買い物まとめてしておきます。あ、鑑定してもらおう。ガミガミとかどうだったかな、得意そうな雰囲気だけどね。あ、命の雫、これちなみに下手くそだと1回5ゴールド取られるんですけど、何回払ってもなかなかね回数増えちゃうんですよね、明らかになるまでにお金がかかっちゃうっていう。あ、まあまあいいんじゃない。おー、さてさて、ちょっと探索を続けよう。ガミガミ、新ガミガミ魔王だ。おお、なんなんだ、なんですかロビンくん、参ったなおい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 、この先は危険で卑怯な罠がいっぱいのガミガミダンジョン一番深いところには魔王様が連れてきたとても強いモンスターが住んでいます。帰るときは心がめをしてからの方がいいと思うんですよ。あ、ちょっとやめておこう、あそこガミガミダンジョンって。おー、この城以外にも人が住んでいるところがたくさんあるようですね。この世界にいるのが我々だけではなさそうなので不足しているんです。おー、すごい。最近ピコロクロイスの城下町付近に大きな岩が落下した模様です。この岩を壊さないと道が通れなくて困るですね。あ、もしかして南とかの方に落ちてたのかな。ちょっと見に行ってみようかな。この司令室なんです。周囲の情報を探るために日夜モニターで監視しているんです。ふーん、お、旗本さんじゃん。おー、どこにも行けるの。おー、なんかもう行ってる。お、宝箱、根性の札。ダイソン、ここ欲しいな、なんか
どれがそうなの？ああ、こういうできるの。メグちゃん結構一緒にできるの。今度は何だ？根性の花。根性って攻撃をかわせとか書かれたんだ。敵の攻撃がかわしやすくなる。ピエトロがいつも着ている服、ちゃんと着替えているので清潔。すごい面白いこれ。ちょっとこれも見ていこうかな。面白い面白い。なんだなんだ。おーすごい。おー相変わらずハイテク。あ、扉の絵。あ、なんだよこれ、またかい。ロボコさんがいてくれると僕は幸せです。ちょっと、また来ちゃったの？ロボコさんたちもこっち来ちゃったの？あなたが一緒なら幸せですが、ロボさん。あれ？またロボさんになったんだ。ロボタはどうした？ロボタは。この女。なんだよ、なんだよ。結局、元さやじゃん。おい、うん、びっくりした。いやでも元気そうで何よりだわ。あそこがガミガミメモリアル公園代わりだよね。いやびっくり。よいしょ。懐かしいな。懐かしい。ではなんだ。ドリンク G、 よしよしよし。また下に行ける。すごいな。あれ、なんか兵士いるよ。望遠鏡はナイスですよ。向こうの展望台のアタックカップルはバッチリ。え、5回に行く覗きなんてしてないですよ。いやなんか隣のやつもめっちゃ見てるけどな。おいおいおい、何してんだよ。おー見える見える。いいな、イチャイチャしちゃって。ピエトロ、俺もあんな風にイチャイチャしたいな。もう誰。あー王子様、よかった、ヘッシュさん無事だったんですね。はい、ただいまお城警備中であります。このお城の、はい、いつ敵が襲ってくるかわからないのでありまして。そうでありました。ポポロクロイス城の警備もしなくては。では参ります。ピエトロの目力が勝ったな。あ、兵士さん、ここから帰れるのですか？うん、無理です。出てきた。どっから出した？これ掲げると後ろに帰ることができます。本当でありますか？あー今向こうのカップルが来そうしたですよ。誘惑が、あー帰ってくれた。あーよかったよかった。なんだあいつは。でもあんな兵士ばっかりだよね。あったあった、新神々魔王城でお城の兵士さんを見つけた。例の翼の鱗でお城へ帰ってもらった。普通の日記。呆れて何も書けなかったのかな、ピエトロ。あ、ここにまた一人ね、助けられましたね。全部で何人いたかな、そこにいるやつ。助けなきゃいけないやつ。神々の王はいるのかな、あの上に。まさかね、魔王様までね、来ちゃってるとは思わない。後ろ騎士来てないみたいなのに、うちの世界に。あ、ここじゃ相変わらずあれだ、映るやつか。すごいこれ、あれがある。あ、
相変わらずの部屋だな。週刊ヒーローガミガミ、どんな本なのかな。見たいけどちょっと怖いあの劇みたいなやつだよね絶対。ガミガミシティのアトラクションショーみたいな内容だよね絶対。あ、なんか手に入れた。なんだなんだ、見えなかったよ。ガッツリストか。ほんで威力アップ。これそろそろダイソンいけ。あ、なんでこんな持てないんだろうダイソン。はい。あ、そしてここです。スタンプ台がある。20番チェック用スタンプと書かれたスタンプが置いてある。20番ね。変な置物がある。多分あの人の趣味だろう変な置物だ確かに。なんだろうこれ。相変わらずテレビは映んないんだよねすごい。でこのゴミ袋、相変わらず洗濯物入ってんのかな。すごい。あ、いたいたいたいやー久しぶり変な世界に来てしまったが、俺様は恐れを知らぬ不滅の。何一人で笑ってんのキャッなんだ誰かと思えばモロクロイスのバカ王子ガミガミ魔王さん。そうよ、不滅のガミガミ魔王様だ。おうおう、なんでお城の王子様がこのところにいるんだ。いや待て、ダメだダメだぞ。いくらナルシアちゃんの頼みでもそう簡単に力添えはえ、ありゃまだナルシアちゃんいないの何振られたの。そうか振られたかナルシアはこの世界では魔法が使えなくて、だから一緒じゃないんだ。なる魔法が、かわいそうなナルシアちゃん。ただ心細いに違いない。神々さん、僕お城からいなくなったお父さんを探している最中なんです。何知恵の丘がまだ狙ってる。いや、お前の父ちゃんいなくなったのか。はぁこの顔、うんうん、そいつは心配だよな。一度は世話になった知恵の王冠いや、国王様のためだ。ナルシアちゃんいないけど特別に力を貸してやる。あ、お前の父ちゃん探し出すとっておきの秘密兵器をくれてやろうじゃないの。まあこの神魔王様に黙って出てきな。なんか怪しいけどねおはん。入り口の向こうには俺様が作り上げた究極の迷宮がある。おその名もガミガミダンジョン。あのポーズ、あ、呆れてるここには様々な危険と罠が待ち構えている。なんだあのポーズはこの難関を乗り越えてこそ真の男の価値があるってもんだ。この秘密兵器っていうのは、お、それな、秘密兵器な。実はこのダンジョンの一番奥にあるんだわよ。うんうん、ここは一つ自分の力で勝ち取って男の根性を見せてみろ。そう、ガミガミもね、仲間にならないからね今回。じゃあ俺様は用事があるからおさらばする。行っちゃった。怪しい。はい、開けよう。ありがたい水。だけどこの先行くとね、ガミガミダンジョンになりますね。いかにも怪しいけど行かなきゃいけないんだよねこれしょうがない。というわけでね、ちょっと準備をしたら進もうと思います。またいるしこれでフレフレ休もう。おお、外からのお客様久しぶりですね。記念にこの城のワンダフルな歴史をお話ししまい評価。あ、うん、遥か1年ちょっと前、氷の魔王との戦いの後、世界一の悪党になるために放浪の旅に出た魔王様は、この巨大な山に立ち着いたのです。あ、確かに確かに、エンディングで、エピローグか、エピローグで
神々魔王は旅に出たんですよね。大地の悪党になるために着いたのがこの山なんだね。魔王様はここに第三の魔王像を建造しようとおやつも我慢して昼も夜も頑張り続け、一汗と涙の結晶であるこの新神々魔王像を作り上げたのです。天才ですよ本当。魔王様についてきたロボットたちの数は少ないですが、みんな平和に暮らしています。あれ、ロボコウさんとロボーさんもできてくれたんだね。神々さんの大きな顔だ。やっぱり趣味が悪い。部屋どんな感じ。あーやっぱりこれあるか。やだな、こっち側やだよね。こっちの壁側、神々のこのさ近くの方のやだよね、あのベッド。